ハリサウルス赤は、モササウルス科の赤であり、後期白亜紀の海洋に生息したユーロコメの、そういう類である。ハリサウルス赤の属は北アメリカ、南アメリカ、ヨーロッパ、アジア、アフリカから発見されており、後期白亜紀において、世界的に分布していたことが示唆されている。ハリサウルス赤に分類されるべての属はかつて、ハリサウルス属に含まれていたが、現在は、エオナタトル。 ハリサウルス、ホスフォロサウルス、プルリデンスの K4 属が有効とみなされている。ハリサウルス赤は全長平均4.5から6メートルという小型から中型のモササウルス化である。ハイドロペダルの四肢を持つ基地のすべてのモササウルス化の中でハリサウルス赤は最も海洋生活に適応していなかった。ハリサウルス赤の基地の最初期の化石は サントニアンの時期にあたり、ハリサウルス赤はそれからマーストリヒチアンまで存続した。ハリサウルス化の語源は、ハリサウルス属に由来する。ハリサウルスの復元図ハリサウルスの持つ複数の特徴から、彼らが派生的な他のモササウルス化の赤よりも原始的であることが示唆されている。特に彼らのヒレは、文化が進んでおらず、ダラサウルスやテティサウルスのようなプレジオペダルの モササウルス赤の属よりも海へ適応していた一方、同時期に生息した多くのモササウルスカよりも遊泳能力が乏しかった。他の小型モササウルスカが素早く警戒であったことを考えると、ハリサウルスカの遊泳能力が低いことは驚くべきことである。ホスフォロサウルスポンペテレガンスの記載では、ホスフォロサウルスがハイドラファランジーを持たないことの埋め合わせとして、 高度に特殊化していたことが明かされた。他のモササウルス科の赤がマーストリヒチアンの終わりまでに衰退を見せた一方、ハリサウルス赤は上記の欠点にもかかわらず、絶滅までに世界規模に分布を広げるほど拡散した。ハリサウルス赤が大陸間の移動に成功した証拠もあり、エオナタトルがカンパニ、アンの間に北アメリカの西部内陸海路から 現在のスウェーデンへ大規模な移動を見せたことが示されている。バーディエトールでは、ハリサウルス赤は、モササウルスよりもハリサウルスに近縁なすべてのモササウルス化とされた。明白な特徴を以下に列挙する。曖昧な特徴を以下に列挙する。ハリサウルスに基づいたプルリデンスの復元創造図、ハリサウルス赤のタイプ属であるハリサウルスは長らく、 モササウルス科の系統研究に重要視されており、ハリサウルス赤の定義もハリサウルスを取り巻く、数十年もの論争の末に決定された。論争の焦点となったのは、アメリカ合衆国アラバマ州のムーアビルチョークルイソと、カンザス州のニオーブララルイソから出土するハリサウルス、ステルンベルギであった。この種はもともとモササウルス科のクリダステスに割り当てられていたものが次に、 ハリサウルスに分類され、さらに当時では、モササウルス赤除くと考えられていた。後の研究者は、ハリサウルスステルンベルギと、他のモササウルスかの種との間に一し形態学的な差異があることに着目し、ハリサウルスの系統的位置及び、単系統性に疑問を呈した。1980年代から1990年代にかけての発見により、ハリサウルスに、 光が当たった。ハリサウルスプラティスポンディルスのより完全な骨格が発見され、ホスフォロサウルスオルトリエビがリンハム・ソイラーにより1996年にハリサウルス属へ割り当てられた。2005年にハリサウルス・ステルンベルギはナタリー・バーデットらによる新種ハリサウルス・アラン・ボールギの被災とともにエオナタトル属に再び割り当てられた。エオナタトルと ハリサウルスがごく近縁であるとの記載により、二族は新たにハリサウルス赤に分類された。彼らの研究はハリサウルス赤がより派生的なモササウルスかの姉妹群であることを指示した。エオナタトルの記載以降、ハリサウルスオルトリエビとハリサウルスワルケリはそれぞれホスフォロサウルスとプルリデンスとして独立した。2017年5月にチアゴ・アール・シー・モイスが言った。 モササウルス科の主要な系統解析では、ハリサウルス含む、ハリサウルス赤は、モササウルス科全体ではなく、モササウルス赤の姉妹群された。これは、ハリサウルス赤はが、ラッセロサウルス類よりもモササウルス赤に近縁である、ことを示している。以下のクラドグラムは、ホスフォロサウルスポンペテレガンスの記載の間に、行われた、コニシタクヤの2015年の解析に基づき、 当解析では、ハリサウルス内におけるフォスフォロサウルスポンペテレガンスの系統的位置関係が示された。この研究においては、疑問名のハリサウルスオンコグナトゥスとプルリデンスは除外されている。ありがとうございます。